ぞみのミュージック、どうもみのです。本日はですね、賛否両論企画第39弾ということで、今回も俺のインスタで募った厳しい、音楽に関する質問に答えていきたいと思います。まずはこちら、最近評価の高いゲーム音楽が出てこない理由、過去人気投票ではレトロ、現代だとインディーばかりということで、ちょっとすいません、僕このコミュニティの専門ではないので、なんか、人気のインディーゲームの音楽とかが今あるっていうのはあんまり知らないんですが、まあだから 100% この質問をね汲み取れる感じはしないんだけど、まあでもやっぱりなんか人気のゲーム音楽といったらみたいなので、昔の曲ばっかり上がってる気がするというか、なんかそのあたりのニュアンスは肌感でわかります。でちょっと僕なりの考えをこれについて話していきたいと思うんだけど、ゲーム音楽って特徴で言ったら劇伴というか BGM みたいな感じですよね。だから映画における音楽に近いというか、その他の、いろいろな要素と組み合わさった時にそのコンテンツの総体となるみたいなね。まあだから音楽が必ずしも主役ではないっていうことをちょっと言いたいんですけど、そんな中で、昔のゲーム音楽、なんで、素晴らしかったのか、ちょっと仮説ですけど、当時のゲーム音楽って技術的な制約があるわけですよね。ファミコンだったら同時発音数が3つしかないとか、スーパーファミコン、ニンテンドー64とか、ハードが進歩してってもやっぱり、それぞれのハードなりの、技術的な制約が、あると。そういう中で当時の作曲家はいろいろ工夫して、アイコニックな楽曲を作ってきたと思うんですけど、じゃあ現代のゲーム音楽を考えた時に、ニンテンドースイッチ、プレステ5でも、何でもスチームのね、ゲームとか何でもいいと思うんですけど、もう技術的に何でもできるんですよ。制約がないから、言ってしまったらもう本当にクラシックのオーケストラでもいいし、なんかロックバンドのみたいなね、音楽やってもいいし、ヒップホップでももう何でもできるというね、そういう状態になった時に、あらゆる分野の劇伴と並列化されてしまったがゆえに、ゲーム音楽としてのちょっと特徴を、まあ、ある意味特権と言い換えてもいいかもしれないけど、失ってしまったと言えるんじゃないのかなと思います。やっぱりゲーム機ならではの技術的な制約がある意味他の劇伴音楽たちとのこの差異を生んでいたっていうのは言えるんじゃないのかなと思いますね。まあただですね、ちょっと冒頭でも言った通り、僕このコミュニティの専門ではないので、一口に現代のゲーム音楽にいい曲がないと切り捨てるつもりは全くないので、そこはご容赦ください。続きましてこちら、文化の盗用について皆さんの、考えを聞きたいです。恥ずかしながら最近知りましたということで、文化の盗用、まあ、数年前から、欧米で結構話題になってる言葉だと思うんですけど、これどういうことかっていうと、例えばですね、まあ、よく話題に上がるのが、黒人以外の方がドレッドとか、そういう髪型をしてた時に、それは文化の盗用だみたいな炎上がしばしば、ここ数年欧米で起こっていて、自分の文化圏に属してないものを気やすく、なんていうか、自分のものみたいに取り入れるなっていうことだと思うんですけど、これはね、僕は、ちょっとこのコンセプトは理解できないです。このドレッドの件を一個取ってもですね、ドレッドってそもそも、古代エジプト人とかもやってるんですよ。まあ古代エジプトだったら、まあアフリカの一部だからみたいな風に言えるかもしれないけど、古代ギリシャとか、なんかもうその他の地域、いろんなところでそもそも昔からある髪型なんですよね。文化の純粋性みたいなのをちょっとピュアに信じすぎなんじゃないのかなって俺は思います。ロックンロールで例えてみたら、黒人文化と白人文化のもう最もこの美しいミックスの、結果生まれたものだと思うし、まあもちろんそこにヒスパニックのね方たちの音楽の影響とかも入ってると思うし、本当にいろんなもののこうミックスがやっぱりロックンロールなわけじゃないですか。何でもそうだと思うんですよ。もう日本のじゃあ着物とかにしたってさ、結局大陸からの文化に影響を受けて、でそこにもともと日本の土着のフィーリングとかが組み合わさってできてるみたいな、そういう感じだと思うから、これはもう俺のものだみたいな感じで文化を独占するっていう感覚がそもそも分かりません。というかさ、そもそも国の国境がさ、民族の分布してる地域となんとなく合ってきたのもさ、結構最近なわけじゃないですか。歴史の中で言ったら国民国家みたいな概念なんてそもそも最近までなかったわけですよ。で、そんな時代においてもいろんな国をまたいで、民族グループが生息してる場合とかってあるわけだし、あらゆる意味でこの文化の純粋性みたいなところに幻想を抱きすぎなんじゃないのかなと思います。普通にだからもうシンプルにですね、リスペクトがない文化の扱い方をするなっていう抗議だったらわかるんですよ。もう揶揄してるような取り入れ方とかだったら、それは怒って叱るべきだと思うんですけど、シンプルになんか
他の文化圏に属してる人が僕らの文化を盗んだみたいに言うことは、それこそですね、本当にこの人種差別とかがあった時代に僕は逆行すると思います。だって当時はこからここは我々の文化で、あなたたちの文化違うみたいな、それこそだから、R&B のチャートがビルボードで分かれてたみたいな、そういうことが公民権運動の前とかあったわけじゃないですか。変にこっからここは僕たちの文化圏ですみたいなやるってさ、一見なんか平等をね、歌ってるような意見に聞こえるんだけど、僕はその人種を、隔絶する方向、昔に戻ってるようにも聞こえる危険な考え方な気がします。これは賛否両論あるかもしんないけど、コメント欄で何かあったらもう何でも言ってください。いろんな意見僕もこれについて聞きたいと思ってます。続きましてこちら、セックスの時何流してますかということで、キングクリムゾンかけてます。嘘です、セックスの時は何も僕は音楽をかけない派です。続きましてこちら、薬物かっこ酒やカフェインなども含むを摂取した状態で音楽を聴くことは純粋な芸術鑑賞と言えるのかということで、ですね、薬物のこの定義っていうのが非常に曖昧で、国とか時代とかによって本当に変わるものだから、もうこの議論がそもそも僕は成立しないと思います。コーヒーが、違法のね、国とか地域、時代とかもあるわけだし、お酒が今飲めない国とかもあるわけじゃないですか。もっと言ったら砂糖、炭水化物、何でもいいですよね、塩、どこで薬物っていう線を引くかっていう話はみんなが同意できる点を見つけることはできないので、僕はこの話はちょっと成立しないのかなと思いますね。何か自分にね、そういう精神の状態を変える物質が入ったら純粋と言えないのかっていうね話だけど、砂糖とかだって結構精神状態変わるって言いますからね。だからちょっとこの話は成立しないんじゃないのかなと思います。続きましてこちら、作詞家としての秋元康についてダサい歌詞は意図的なものかということで、このダサいっていうのはこの質問者さんの感性だけど、すいません笑っちゃって、まあまあ言いたいことはわかります。意図的でしょうね、それは。秋元康がやっぱりそのスタイルが売れるって分かってるからそれを採用するわけじゃないですか。あの人は僕ね、やっぱ究極にポップ、もう商業ど真ん中に行くっていう人だと思うんですよ。全然それは悪いことじゃないけど、ある意味ちょっとこの IQ をわざと下げて作ってるところはあるんじゃないですかね。まあ、この人の有名な言葉で、一語一句、完全に記憶しないから、ちゃんと引用はできないんですけども、港町のこの船着き場かなんかにあるスピーカーの音質で流れてもみんながいいなと思える曲こそが本当に優れてるポップスだみたいなことを言ってた気がするんですけど、すっげえ今ニュアンスで引用してるけど、まあそういう感覚で彼は作ってる人だから、やっぱりものすごく広いね層にリーチするためにはある程度ダサいっていう表現なのか、レベルをそういうところに持ってって作ってるっていうのは自覚はしてると思います。逆にでもね、川の流れのようにとかそういう歌詞も書けるわけじゃないですか。だからこの人はもうやろうと思えば結構広いレンジで作詞することはもちろん可能だと思いますよ。続きましてこちら、ジャニーズとか聞く手段がない時点でオワコン、聞く機会を失ったくだらないことで消失する文化、2枚画像来てるんですね。スマップとかお金払ってでも聞きたいのに iTunes にすらないのやめてほしい、だるいから聞かないということで、言葉が強いですけど、こういう感想を持つ人はいるでしょうね、やっぱりね。ジャニーズって本当にもう俺もね、たくさん聞きたい楽曲あるんだけど、やっぱ全部 CD 買うのってきついんですよ。スマップとかだってものすごい数のオリジナルアルバムあるもんね。それをしかもじゃあ中学生高校生の人とかがさ、こうってなるには結構ハードルが高い部分もあると思うから、アクセスできないところにある文化はやっぱどうしてもだんだん存在感が小さくなっていくっていうことはあるでしょうね、これは。まあだから本当にね、僕はジャニーズに、サブスク解禁、まあしてるね、グループとかもあるけども、全グループ全歌手解禁してほしいなと思います。日本の音楽業界が着歌とかコピーコントロール CD とかに頼って、こう技術の革新をさ、なんかあんまりこの国内に入れようとしない時期みたいなのあったじゃないですか。なんかそういうのにダブって見えるんですよ。ジャニーズの大きいグループとか未だに CD が売れるからサブスクを解禁しないわけじゃないですか。でもそういう目先の利益を取りに行く姿勢って、やっぱり最終的な大きい利益をこの失う行為だと思うんだよね。
サブスクのさ、サービスを提供してる会社の中にさ、もっと日本のね、会社とかがあってもいいわけじゃないですか。そういうチャンスをなんか逃す結果につながると思うんだよね、こういう判断をしてると。で、現になんかじゃあ例えばさ、K-POP のアーティストとかがどんどん勢力を拡大しているのも、もしかしたらジャニーズがサブスクに対して厳しいっていうの原因の一つとして挙げられるかもしれないと思うんですよね。この間コナングレーにインタビューした時もジャニーズがサブスクに来てないの驚いてたし、そういう海外にいるねアーティストでスマップとの接点を当時持ってた人とかさ、いっぱいいると思うんだけど、そういう人たちも音楽にアクセスできないと、そういう状況はやっぱりもったいない。どんどんカルチャーの中での存在感は小さくなっていくと思うし、もしかしたら大きいビジネスチャンスも逃してしまっているのかもしれないのかなと個人的には思います。ということでですね、今回もいろいろ音楽に関する厳しい質問に答えてきましたけど、いかがだったでしょうか。この動画が出たタイミングでですね、俺のインスタのストーリーの方で質問を募集してますので、ぜひご応募ください。そんな感じでミノミュージックでした。それでは。